正義の祈り、変われし島るライオン丸に、日本の平和を守るため暗黒魔人を焼き付けろ。今だ今こそ変身だ、走れライオン、飛べ飛べライオン、どうしてもダメですか。はい、いかな名将といえども折れたたちをつなぐということは、新しく打ち返すこともできませんか。それも私どものような腕ではとてもこのような立派なものを。しかしこれほどのたちが折れるとは。そうか、やはり獅子丸の太刀は折れていたか。影狩り怪人モスガイガー、戦国の怪しい影、それも奴らだと思います。この先の村はすっかり化け物に支配されているという人の噂ですから。化け物の。そうです、おそらく相当の使い手のものだと思います。だからみんな遠回りしてでもこの先の村は通らないようにしているんです。そうですか。その村の先に地獄原というところがありますか。はい。村を通らずに行く道はありますか。さて、あなた方は地獄原へ。はい。村を通る以外に道はありますまい。だができればやめられた方が。わかりました。いろいろありがとうございました。この村の者たちだ。これは一体何の真似だ。何するんだ。くそ、お兄ちゃんやっつけちゃおう。待て、お前たちゴースンの一味の者か。援助せんと切るぞ。石丸さん、行きましょう。こんな人たち構うことないわ。奴らはこの村を通らない限りどこにも行けないのだ。毒の忍者ども、シマルはライオン丸に変身できない。今こそ長い間の憎しみを晴らす時が来たぞ。行け、ノバ。どうするの、シマル兄ちゃん。どうするって。だってライオン丸に変身できないけど勝てやしないじゃないか。勝てには直せないって言うし、畜生、せっかくここまでゴースを持ってきたのにな。コスケ、ゴースが怖いか。え、ゴースなんか怖くねえ。そうか、それなら安心したよ。この刀が折れたから忍法四辺儀はできないかもしれない。だがライオン丸になれなくても私たちはゴースンを倒さなければならないんだよ。そうよ、コスケちゃん、どんな時にも望みを失ってはいけない。これがお師匠様の言葉だったじゃないの。そんなこと言ったって刀が治らなきゃ。来たぞ。
奴らは俺の刀が折れてることを知っている。おそらくこの木を逃すまいと必死になって攻めてくるに違いない。何としても切り開いてこの村を突破しよう。落ち合う先は地獄か。気をつけろ総理。はい、助け死ぬなよ。様の使者モスガイガ、お前の腕前とくと拝見しよう。やれ！さすがだ。俺様の矛を受けてみろ。分かってるわね。お姉ちゃん、手がしないで。沙織と小助はこの村を突破するために変装した。
沙織と小助はなんとかこの村を抜け出そうと懸命の努力をしていた。その頃、一人の不思議な老人に救われた獅子丸は、おお、気がつかれたかな。ここは、しばらくはそのままでな。ささ、これを飲み出されや。危ないところ助けていただきありがとうございます。なんのなんの。だいぶ長いこと気を失われておったようじゃが、大丈夫かな。はい。あの、ご老人のお名前は。名前？そんなものはとうに忘れてしもうたわ。まだ無理じゃ、休んでいなされ。しかし、どうしても急がねばならぬ用事が。こんな山奥に刀鍛冶はおらぬぞ。どうしてそのことを。そなたの上事でな。しかし、あの金さじの太刀が折れるとはいささか信じられぬことじゃ。どうしてそれを。あなたは一体どなたですか。この老人、この老人は一体何者なんだ。金社寺の太刀の秘密を知っているらしい。乗せちまったな。えらいことになっちゃった。小僧、待て。おい、警察に行ってこい。なに、鍛冶師のじじいのところに見知らぬ若い男がいると。旅姿の三人連れを見かけなかったか。さて、一向にな。その若い男、ここじゃ見慣れぬ顔だな。いや、百姓仕事が嫌になったらしゅうて、ついこの間弟子入りしてきたのじゃ。よし、みんな引き上げろ。子供もまだ捕まらんのか。貴様ら一体何をする。ひと休みいたそうかな。はい。教えてください、ご老人。あなたの本当の姿を。では、お話しいたそう。実は、ジャラモン大聖人様より、金さじの太刀を賜った家臣小路様こそ、昔のわしの師匠じゃ。あなた様がお師匠様のお弟子。またの名を徳
新小路という。私お師匠様に育てられた島野と申します。一目見た時から正義の道を歩む若者だと分かっておったぞ。しかし銀佐治の太刀がこのままでは銀佐治の太刀の勢いが日増しに増すばかりじゃぞ。その銀佐治の太刀とは五寸の持つ太刀じゃ。五寸か。ジャラモン教の教主ゴーファ・ジャラモン様がご高い遊ばされる時、金佐治の太刀を家臣小路様に、銀佐治の太刀を豪寸にお授けになり、世界の平和のために使うようにお申しになられたのじゃ。ところが豪寸はその銀佐治の太刀を悪の世界を作るために使い出したのじゃ。一刻も早く金佐治の太刀を作り出さねば、この世は悪の陰で真っ暗闇になってしまうぞ。わしは豪寸の目から逃れるために、今は世を捨てて百姓道具しか作っておらぬが、今度ばかりは別だ。精魂を傾けて金佐治の太刀を作ってみようぞ。お願いいたします。参るぞ。はい。ねえ、そんなことしたら島根兄ちゃん死んじゃうよ。金佐治の太刀とは魂の聖剣じゃ。まこと島根殿に正義を守る魂があれば、金佐治の太刀はつながり完成する。小助、すべてを神に託して待つのじゃ。ジャラモンの父よ、今こそあなたの力を与えたまえ。私の使命は終わったのだ。家臣小路様、獅子丸は立派に使命を果たしまするぞ。老人は死んだ。だが徳信小路の魂は金佐治の太刀に乗り移ったのだ。
か。何をしてるか。島が変身できるのだぞ。消え、消え、消え。はい、風を、光を、さあ、遠方支援が。ライオン丸剣山、風よ、はい、光よ、はい、命の祈り、変われししまるライオン丸に、日本の平和を守るため、はい、暗黒魔人を焼き付けろ。ライオン回転飛行機受けてみるか。今だ、今こそ変身だ。走れライオン、飛べ飛べライオン、行くぞ解決ライオン。うわよみがえった金サジの太刀、そして手に入れた第三の地図、そこには目指すゴースン島がはっきりと記されていた。心流行る三人、その行く手に真っ赤な夕日が燃えていた。徳信孤児は死んだ。千々丸たちはその死を無駄にしないためにも一層ゴースンを倒す使命に燃え、ゴースン島を目指す。その前に立ちふさがる最後の守備隊長クワルギルビ、そして地獄の底からよみがえったネズガンダ、手裏剣弾が飛びクワルギルビの槍が舞う。ライオン丸、ネズガンダ、宿命の対決はいかに。